どうもぬぬです。銀魂乱舞続きから遊んでいきたいと思います。将軍暗殺編の3つ目のバトルパートかな。ふむふむ、久しぶりに再会した兄弟への挨拶がげんこつだなんて、少しはやとらしくなったじゃないか。お兄ちゃんは嬉しいぞ。だけど一つダメだし、お兄ちゃんに対して図が高い。悪いけどお兄ちゃんは社会人、忙しいんだ。どこ行くアドか。お前の相手は国なんかじゃない、私ね。バカ兄貴には国取り合戦より兄弟喧嘩の方がお似合いある。言っただろう。どこ行くの？マミーを置いてどこ行っちゃうの？伏せろ。弱いやつに用はない。ずっとかばってたあるな。私にお前の癖が見抜けないとでも。私はもうお前の知ってる泣き虫の妹じゃないある。去ってこお前の背中を見つめるだけの弱虫の妹じゃないある。この国が、この星が、みんなが教えてくれた人の強さも、人の弱さも、人の儚さも、人の尊さも、みんなこの侍の星が私に教えてくれた。私はこの星で生まれたカグラール。誰にも私の故郷を好きにはさせない。カムイ、私はもうお前にも自分にも負けない。今度こそお前を止める。おお、今回は兄弟喧嘩か。技溜まってないんだよな。強くなったある。とりあえずサダハルで。ポイント12と30なんだ。とっとと始めるね。ぶっ飛ばせる。カムイ、しぶといね。一気に我が妹ながら誰に似たんだよ。お前は本当パピーにそっくりあるな。勝手に飛び出して、勝手に暴れて、そろそろお前のわがままにもうんざりある。言ってくれるね、弱いままのくせに。ごちゃごちゃうるさい。自分の戦場は自分で決める。邪魔だ。終わりある。いやー、ケージがもたない。
何気に強いよね、サガハル。どうした？そんなんじゃ俺は止まらないよ。お兄ちゃんとじゃれ合うにはあと100歩くらい足りなかったね。パピーギの短足のお前ならな、マミーギのモデル体型の私なら一歩で足りる。勝負はこっからやる。バカアギキー。やれやれ、本当にバカな妹だ。戦いの基本は敵を知り己を知ることさ。よく見ろ、己の股下の長さとお前の敵を。敵は前だけにいるとは限らない。こいつら。敵が変身を守る。バックが来たのか。勝負はお預けだ、カグラ。なんだと。カグラ、ここを嗅ぎつけられたんだ。戦ってるのは俺たちだけじゃない。緊張。さっさとこいつらを片付けるよ。ハーム使いやすそうだな。割と弾落ちてんな、ここ。たまらなかった。
少しはやとらしくなったじゃないか。カグラ、エトール。さて、一通り片付いたね。待ってて、銀ちゃん。このままあれなんて連れていくの？どちらがここでくたばろうが、どちらかが必ずてめえらを地獄に送る。生き残る貴様らは二人ともここで果てる定めだ。残念、どっちも死なないよ。なぜならどっちも俺がやるから。シンスケ、こんなところで死なれちゃ困るよ。借りを返した暁にはやり合ってくれるって約束しただろ。誰にも銀ちゃんはやらせないね。カムイ、お前にもな。なら生き抜いてみろ。ここからお前の強さ証明してみろ。死なれちゃ困るんだ。君たち二人はさ、私にかなうわけないね。ごちゃごちゃうるさい。よし、倒した。まだ増援来るの？
守りきった。やった、アル。やるじゃないか、カグラ。あ、スコンが切れてるの忘れてたね。そこそこあるな。将軍。なんか強くなった。くずく諦めの悪い。この後に及んでまだしがみつくか、まだ天に抗うか。いや、これもまた天が定めしことか。引くぞ。少陽、これが貴様のやりたかったことか。私が抗ったのは天ではない、自分です。奪うことしかしてこなかったこの手で何かを与えることができるんじゃないかとね。でも結局叶いませんでした。与えられたのは私の方でしたよ。自分の弱さに翻弄され苦しむだけではない、自分の弱さと向き合い抗い変わろうと苦しむこともできる。あの小さな侍たちが教えてくれました。人は思ったより自由です。抗うがいい。それがあの男の弟子であるお前たちの定めだというのなら抗い続けるがいい、その折れた剣で。新選組と松平の援軍が到着し、天童衆と奈落は引き上げていく。信信を新将軍として擁する天童衆にあくまで退位はせぬと告げる重重。君主などもうこの国にはいないさ。さればこそ我々はもう一度取り戻さなければならない。この混沌とした時代においても迷うことなき確固たる自分の在り方、それぞれの侍よ、たとえ主君などいなくとも、友のため、大切なもののため、譲れぬ信念のため、人はそれぞれの主君がためにそれぞれの侍になることはできる。どんな混迷の中でも人は己なりの美しいと思う生き方を見つけ出すことはできる。これからの世に必要なのはそんな侍たちだ。もはや我々の出る幕はない。この国が彼らの生き方の妨げとなるのなら、哀れな人形と共に私は喜んで最後の将軍となろう。重重は新政権を樹立して天童衆に対抗するために京へ行く。江戸を新選組と鬼和番衆に託して。いつかお前が言ったな、次会う時に私を何と呼べばいいかと。しげしげがいい。そう呼び合える時代に再び会おう。さらばだ。私のダチ公たちよ。はい、というわけで、さらば新選組編が出てきました。こちらは次回やりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。